エス様、どうぞ日本の罪を許してください。日本の罪を許してください。そしてイエス様、新しい日本として、日本がまた変えられていきますよ。ここで2000人以上の人が攻撃になって死にました。突然の奇襲で、テロのような奇襲でした。イエス様、本当に日本がその満州やいろんな植民地の獲得のために、その植民地を確保するために戦争を始めましたけど、その本当の戦争の理由、本当の戦争の理由が神様への罪、イエス様への罪だと信じます。ですから、ここで日本は幸福を調印しましたけど、本当の幸福、それはイエス様に対する悔い改め、偶像崇拝やさまざまな残虐な行為の本当の悔い改めが、していません。イエス様、どうぞ日本がこの本当の戦争の悔い改め、本当の戦争の悔い改めをすることができるように、今悔い改めます。今日本の罪を悔い改めます。日本の罪を悔い改めます。どうぞイエス様、日本の罪を許してください。日本の罪を許してください。日本の罪を許してください。イエス様、どうぞ日本の罪を許してください。あなたの血潮によって、日本を清めてください。日本を許してください。イエス様、お願いします。どうぞイエス様、日本の罪を許し、これから日本が開かれ、たくさんの人が、イエス様を信じるように導いてください。主を感謝します。イエス様、感謝します。どうぞ、これから、日本が変わると信じます。これから日本が変わると信じます。どうぞ、アメリカ、中国、韓国、北朝鮮、また他のアジアの国、どうぞ日本との和解が進みますように。イエス・キリストにある和解が進みますように心から祈ります。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、祈ることができました。ちょっと上の方登ってみますか。ここに大砲がありますね。大砲がたくさんあります。ちょっと上登ってみましょう。ごめんなさい、かなりですね。
どうもすみませんでした。そうですね、かなりですね、はい、ごめんなさい。ちょっとですね、止まったりしてしまって申し訳なかったです。はい、ごめんなさい。なかなか難しくてですね、すみませんでした。風が強くてですね、風の音で、なかなか、そうですね、悪霊の妨害、悪魔の妨害が、まあ、すごいと言ったらいいでしょうか。悪魔の妨害がすごかったですね。それではですね、そうですね、ちょっと角笛行きましょうね。角笛ですね。今日は真珠湾攻撃の日、真珠湾攻撃の日、日本のそのしてはいけない戦争を始めてしまった、してはいけない戦争、自殺行為、自滅行為、本当に、多くの人を、殺してしまった戦争、多くの人を殺してしまった戦争、してはいけない戦争をしてしまった日本の、傲慢、高ぶり、その悔い改めの角笛、悔い改め角笛、日本の戦争の悔い改め角笛、キュアメン。私たちは、罪のゆえに、神様に対する罪のゆえに、高ぶり、過信し、傲慢になります。私たちは全ての人が神の前でへり下り、全ての人が神の前でへり下る必要があります。皆さん、私たちは、へり下って罪を許してもらうではないでしょうか。一人一人が許されなければならないと同時に、日本の国が許される必要があります。私たちは、そういう、悔い改めが必要なんです。そういう悔い改めが必要です。山本さん、キューちゃん、こんばんは。昨日はパソコンの調子が悪かったので、祈って祈りまくっていました。パソコンが復活して本当に良かったです。最近とても寒いですが、体調大丈夫ですか？朝日放送はとても寒そうなので心配しています。僕は体を温めるためにキムチ鍋を食べながらこの放送を見ています。最近もっと伝道したいと思い、友人にもこの放送を勧めたら、あるじゃんと言って喜んで見ていました。あ、そうですか、ありがとうございます。昨日の瀬竹さんの証を聞いて、戦争は何の利益も生み出さないことを改めて理解しました。アメン、アメン。はい、そうです。その私たちは欲望のゆえに争いますが、私たちはサタンに騙されて、敵ではない人間を敵として、敵ではない人間をですね、その敵として争います。それはサタンが私たちを騙して、サタンが私たちを騙して同士討ちをさせて、まさに戦争というのはサタンの、思惑なんです。戦争というのはサタンの思惑なんですね。
日本が空爆したから空爆で焼け野原になったと思います。剣で剣を持つ者は剣で滅びる。剣を持つ者は剣で滅びる、皆さん、私たちは神様に対して罪を犯すならば滅びてしまうということですね。今日の動画で日本の罪とキリストを分かると思いました。アメン。ぜひ皆さん、今からでも遅くないんです。今からでも遅くありません。悔い改めて、悔い改めて、神様に悔い改めて、日本の罪を許してもらいましょう。日本の罪を許してもらいましょう。今からでも遅くないんです。今からでも遅くありません。では皆さん、証タイムと感想証いきましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、自分の罪が分かった証、日本の罪が分かった証、イエス様を信じて、争いの原因が分かった、戦争の原因が分かった証、イエス様を信じて、ああ、日本は悔い改めなければならない、滅んでしまうということが分かった証、スタートスタートスタート。日本帝国主義のすべての被害者に謝罪したいと思うようになった。真珠湾攻撃をしなければ原爆は落ちなかった。真珠湾攻撃をしなかったら原爆は落ちなかった。天皇を偶像崇拝する日本に未来はないと思った。日本が平和なのは神様の憐れみだと思った。日本軍の罪が分かりました。私もキューちゃんのように謝罪の旅に出ようと思った。靖国参拝した安倍総理は反省してないと思った。安倍氏も本来なら謝罪すべきなんだ。この放送は戦争を止める力を持ってると思った。
安倍総理にこの放送を見て勉強してもらいたいと思った。日本には悔い改めが必要だと思った。伝道が広がれば戦争しないと思う。日本の罪がリバイバルを遅くしている。日本の右傾化は危険だと思った。日本が背負っている罪の大きさを知ることができました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと BGM やりましょうかね。はい、BGM をその前にちょっと、はい、そうですね、今日もなかなか放送がうまくいかなくて、やっぱり準備不足ってこともあるし、パソコンがちょっと調子が悪いってこともありますし、まあ段取りが悪いってこともあって、本当に申し訳ありません。いつもだろうすいません何かですね、綺麗にアップしたい、アップしてまた紹介したいと思いますけども、まあなんとか少しは見えたんじゃないかと思うんですけど、そうですね、前回よりもいいんじゃないかと思うんですね。前回もっと悪かったんじゃないかと思うんですが、はい、まあ、かえって逆に繰り返すことによって皆さんが考える機会が多くなったかもしれません。私もですね、ハワイに行ってずっと考えてました。戦争とは 何なのか、なぜ日本は戦争をしたのか、戦争というのは、一体何なのか、本当に、ずっと考えてました。本当に考える機会、考える機会があって本当に良かったと思います。そして、祈ることができました。そうですね、皆さんも、考える機会、祈る機会あったんではないかと思うんですけど、また安倍さんがですね、真珠湾に行きますから、しばらく考え続ける機会になるのではないかと思うんです。終戦はまだ終わっていない。日本が本当に悔い改めるまで、日本が心から悔い改めるまで終戦は終わっていないと思います。そして神様は、日本が本当に神様に立ち返って、神様に立ち返ってほしい。偶像崇拝をやめて、偶像崇拝をやめて神様に立ち返ってほしいと思ってらっしゃいます。ですからまず皆さんが理解してほしい、皆さんが理解してほしい。
ニコ動に動画アップしてもいい。ああ、そうですね。皆さんが理解してほしいと思います。皆さんが理解してほしい。そして一緒にですね、一緒に、この日本のために祈って一緒に伝道して一緒にリバイバルを祈っていきたいと思います。ぜひ皆さんの信仰が必要です。皆さんの祈りが必要です。皆さんの理解が必要です。一人の力は弱いです。私たちみんなが力を合わせて、私たちが力を合わせて、歩むならば、大きな力になると思います。大きな力になると思います。皆さんの、祈りと信仰が必要です。そして神様がまたご計画があります。神様が、どういう計画をされるか、すごく楽しみですが、今年来年、ユダヤ歴では、5777年、そして来年は2017年です。7がたくさんありますね。ユダヤ歴で5777年、7が3つあります。そして2017年、7があります。何か驚くべきことが起きるような気配です。驚くべきことが起きる気配だと思います。来年はキューちゃんが南京で謝罪する放送がサプライズ。アメン、アメン。神様に期待しましょう。神様に期待するんです。神様は素晴らしいご計画を持っています。皆さんの上に、そして日本の上に、私の上にも神様の驚くべきご計画があると信じます。神様の驚くべきご計画があって驚くことが起きると信じます。しかしイエス・キリストを信じる者には祝福が来ます。イエス・キリストを信じない者には呪いが来ます。イエス・キリストを信じる者には神様の、その憐れみが注がれます。イエス・キリストを信じない者には裁きが来ます。皆さん、今私たちは、自分の力によって何か、切り開いていくのではなく、神様の力が必要なんです。私たちは自分の力は無力で弱くて、疲れてしまいます。多くの人は疲れてます。それは自分の力で生きてるからです。しかしイエス様の力を受ける生き方によって、私たちは自分は弱くてもイエス様の力によって強く生きることができます。皆さんは自分の力で生きてきたかもしれません。もう燃え尽きたでしょう。力尽きたと思います。しかし、今からイエス・キリストの力を求めて、イエス・キリストの力で生きるならば、力強く生きていくことができます。生きる意味を与えられます。生きる力を与えられます。皆さん、イエス様抜きの人生から力強いイエス様と共に歩む人生、神の力で生きる人生をどうぞ送ってほしいと思います。そして、皆さんの素晴らしくされたその人生を証しとして、これからの伝道の模範として歩んでほしいと思います。にゃおこさん、観光ではなくいろいろなところに鳥なしの祈りをしに行きたいです。天国大学の修学旅行をしたいです。いいですね。皆さん、天国大学の、修学旅行何期にしましょうか。皆さん、
天国大学の修学旅行、一緒に南京ツアー、いいですね。もちろん謝罪ツアーですよ。謝罪ツアーですね。あ、時間が来てしまいました。今日の放送を聞いて、ああ、自分も罪があった。日本の罪を、取りなす人になりたい。イエス様を信じて、自分の罪も許してほしいし、また日本の罪も取りなしていきたいと思う人、アメンと言ってください。アメン。アメン。アメン。日本の罪を取りなししたい。そう思う方は、アメン。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 天のお父様、感謝します。今日の放送、感謝します。今日は真珠湾攻撃の日です。75年経ちました。真珠湾攻撃から75年経ちました。しかし、まだ日本は偶像崇拝を続けています。戦争の原因である偶像崇拝、戦争の原因である高ぶりを、まだ日本は続けて高ぶっています。日本は続けて、偶像崇拝しています。どうぞイエス様、憐れんでください。日本を憐れんで、偶像崇拝を悔い改め、偶像崇拝をやめて、その原因の、戦争の原因であった原因を取り除いてください。戦争の原因を取り除いてください。日本人の心から敵意を取ってください。悪意を取ってください。高ぶりを取ってください。傲慢を取ってください。イエス様、日本を憐れんでください。安倍首相は、慰霊には行くけど謝罪しないと、真珠湾に行くのに謝罪しないで何しに行くんだ。謝罪しないで行くのはなんと失礼なのか。安倍首相はまだ戦前戦中のスピリットを持って、高ぶった心を持って、あの戦争は悪くなかった、と高ぶりに行くようなものです。イエス様はどうぞ彼を許してください。彼は何も、知らないのです。日本の、傲慢が戦争の原因であること、日本の偶像崇拝が戦争の原因であることを彼は知りません。どうぞイエス様、日本を憐れんで、日本が本当に神様に祝福され許される国となりますように。どうぞイエス様、今リスナーの方々一人一人が理解して一緒に祈ることができますように、リスナー一人一人が悔い改めて救われていきますように、アメンと言った人たちが救われていきますように、救われていきますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アメン。はい、皆さんありがとうございました。また、明日の朝9時、7時、金曜日7時お会いしましょう。おやすみなさい。シャロン。シャロン、おやすみなさい。シャロン。シャローン。